夏の盛りを過ぎましたが、まだ暑い日が続いています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。名古屋グランパス8対鹿島アントラーズの試合をお送りいたします。解説には新藤克義さんをお迎えしています。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。今日の試合は両チームが誇る10番の対決が見ものです。はい、選手が入場します。グランパス鹿島をホームに迎えての試合になります。今試合前の記念撮影が行われています。現在名古屋のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして鹿島の先発メンバーをご覧ください。さあ、ファーストハーフが始まります。ファンの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。両チーム相手の出方を伺っているようです。秋田、大森、5分過ぎました。落ち着いてパスを回す。さあ、ここでファビアーノ、鈴木、そして熊谷、そして相馬。10分過ぎました。味方を探す。石川、ウリル、ファールはありません。柳沢、15分経過。山口、仕掛けます。あるでしょう。ファビアーノ。さあ、ここで中田、20分経過しました。鈴木、相馬、攻撃を組み立て直します。味方を探す。一旦戻して、前半25分、ここからシュートを、それてしまった。ゴールを割らせません。アントラーズ、中央突破を許すパターンが多いようです。ボールを下げました。前半30分過ぎました。前へ、ビスマルク、一旦下げて、得点を待ちきれないサポーターがゴール裏に陣取り、規制を上げています。これはカードが出るでしょう。これは演技ではないですよ。クレバーなプレーを心がけてほしいですね。前半残り時間12分しかある。ヘッド一閃。前半あと10分です。時間的にはどうでしょう。そろそろ動いてもいいですか。だいぶペースが落ちてきましたね。そして山口、大森、小賀、これからしばらく大事な時間になります。後ろに下げます。前半残り5分です。山口、責任感あるプレー。味方を探す。攻撃のリズムを変えてきます。縦に出します。さあ、インジュリータイム。ファビアーノ、バックパス。柳沢、
これはもったいない。オフサイド。これはこの後につながる動きだと思いますよ。今日は決定力が不足しています。ここで選手交代があります。どこかを痛めたんでしょうか。ウェズレイ。前半戦終了。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこの画面から。前半27分。これはもったいないぞ。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。続いてこのシーンです。前半33分。相手チームのサポーターを怒らせてしまいました。両チームここまでのスコアをお知らせします。後半戦開始の笛です。アントラーズ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。アントラーズ、もう一度流れを引き戻せるのか。ファビアーノ。ウェズレイ。ファビアーノ。そして岡山。奈良橋。アドバンテージを見ます。ウェズレイ。後半10分経過。プレッシャーを与えます。ファールを取られた。やっちゃった。イエローカードです。少しレートタックルでしたね。壁に隠れるような位置で助走を取ります。得意のプレースキックがやめそうです。キーパーが壁の位置を指示しています。惜しい。それてしまいました。柳沢。後半15分経過。プレイオンです。スライディングクリア。これはコーナー。鹿島アントラーズ、今日初めてのコーナーキック。ピッチサイドで準備運動を始めました。だいぶペースが落ちてきましたね。秋田。後半20分経過。大森。熊谷。ちょっと危険だ。岡山。主審、笛を吹きました。キーパーが壁の位置を指示しています。選手の交代が行われています。今日の出来は今一つでした。後半25分経過。得点を待ちきれないサポーターがゴール裏に陣取り、姿勢を上げています。お待たせしました。試合作ヘッドで相馬。リザーブ選手がウォーミングアップをしています。だいぶペースが落ちてきましたね。小笠原。試合時間は75分に過ぎました。岡山。福田。熊谷。小笠原。山口。瓜田。大森。あと10分です。秋田。そして滝沢。ペースを作ります。石川。縦へのパス。これからしばらく大事な時間になります。相馬。ファビアーノ。あと5分です。鈴木。前に出した。今のはどうでしょうか。縦へのパス。味方を探す。奈良橋。もうほとんど時間がありません。熊谷。セーフティーに行きました。ストイコビッチ。時間を使います。ここで試合終了の笛です。両チーム無得点。鹿島アントラーズ無得点、引き分けに終わりました。
後半戦のダイジェストです。まずはこのシーン。後半10分、これはカードでしょう。後半28分、地元ですからこういう姿勢でないとサポーターも納得しないでしょうね。それではまず新藤さんに試合について伺いましょう。両チームとも攻撃のパターンが少なかったですね。なるほど。奈良橋、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、コンビネーションもまずまずだったと思います。ありがとうございました。彼は今後も注目していきたいですね。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。